K, ポップとの衝撃的な違い。No.I. の本質とはメイクなし、整形なし。No.I. が挑む自然な美と個性。新しいエンターテイメントの波が押し寄せている。若者たちが熱狂し、社会全体がそのエネルギーに触れる。そこには、新しいアイドルグループが舞台を彩る。彼らはただ歌うだけでなく、ダンスも披露し、観客を魅了する。しかし、彼らは単なる模倣者ではない。 彼らは独自の道を切り開き、新しい価値観を提示している。かつて、旧事務所がその小ささを批判されたことがある。しかし、その小ささこそが、彼らが持つ独自性や市場調査能力を際立たせているのかもしれない。そして今も、K、ポップが彼らの模倣を受けているという声がある。しかし、それは単なる模倣ではなく、新たなる可能性を開拓する挑戦でもある。彼らの魅力は、パフォーマンスだけにあるわけではない。 彼らの姿勢にもある。彼らは他人を蔑めたり、噂を立てたりすることなく、自らの才能を示している。どんな誹謗中傷にも耳を貸さず、仲間を守り抜くその姿勢は、彼らの信念と共に世界に届いている。彼らが伝えるのは、愛と感謝のメッセージだ。彼らのパフォーマンスは、そのメッセージを具現化したものだ。彼らが示す姿勢は、言葉よりも強く響いていく。彼らが活躍する場所、とべ、 その場所には彼らの清々しさが溢れていた。SNS でのコンサートを通しても彼らの魅力が伝わってくる。彼らが持つエネルギーと情熱は観客の心を掴んで離さない。K ・ポップとの比較がなされることもある。しかし、それは単なるかぶせや模倣とは異なる。K ・ポップがもともと J ・ポップの模倣であったとしても彼らは新たなる道を切り開いている。彼らが追求するのは単なるダンスや歌ではなく、 新しい表現の可能性だ。彼らのパフォーマンスには独自の個性が息づいている。彼らの音楽は多様なジャンルを取り入れ、その美しさを表現している。彼らの姿勢は自己表現の自由を示している。彼らは他者の模倣ではなく、自らの道を歩んでいる。旧事務所のジミもその独自性を持っていた。彼らの音楽には独特の魅力があった。彼らの姿勢は自己表現の重要性を訴えていた。そして、 彼らの美しさは、化粧や整形に頼ることなく、自然なものだった。K ・ポップとの違いがある。彼らは自らの声を大切にし、その個性を表現している。彼らのパフォーマンスは、自由であり、多様性を尊重している。彼らの魅力は、他者とは一線を画している。彼らが示すのは、新しいエンターテインメントの可能性だ。彼らの音楽は、人々の心を動かし、新たなる未来を切り開いていく。 彼らの姿勢は若者たちに勇気を与え、夢を追い求める力を与えている。彼らの成功は単なる模倣ではない。彼らは自らの道を切り開き、新たなる価値観を提示している。彼らの姿勢は多くの人々に影響を与え、社会全体を変えていく。彼らの挑戦は新しい時代の幕開きを告げるものだ。彼らの物語はまだ終わっていない。彼らの未来は明るく、可能性に満ちている。彼らの姿勢は、 新しい世代に希望を与え、夢を追い求める勇気を与えていくだろう。彼らの物語には、まだ多くの謎が残されている。彼らが次にどのような挑戦を乗り越え、どのような成功を収めるのか。その先に待つ未来は、まだ誰にもわからない。しかし、彼らの姿勢は、確かな指針となるだろう。